はい、今回もご視聴ありがとうございます。ゆきちのホームです。今回のテーマは新築購入手続きを忘れると〇〇万円損するというお話で、住宅を買うときなんですが、もちろん建物、土地に関するお金、あとはですね、固定資産税といろいろ出費がかかります。あとはですね、国からの補助金制度、あとはですね、税金の控除などですね、いろいろお金に関するお話が出てきます。一方で補助金制度、税金の控除なんですが、ご自身がちゃんと理解していないとですね、かなりの額をですね、損してしまう場合もあります。この控除であるとか補助金なんですが、自分で手続きをしないとですね、もらえないものが多いです。なので今回は住宅を買う際にですね、皆さんが損しないようにですね、ご自身で覚えておいた方がいい手続きですね、ご案内させていただきます。はい、こちらが今回のトピックですね。新築購入時の主な手続きということで、こちらの6つについてご紹介させていただきます。グリーン住宅ポイント制度、住まい給付金、住宅ローン減税、火災保険料の減税、あと固定資産税、都市計画税の減額措置ですね。これもですね、結構大きな金額が変わってきます。あとはですね、地震大国の日本に欠かせない地震保険料の優遇制度ですね、こちらについてご案内させていただきます。はい、まずはですね、グリーン住宅ポイント制度についてご案内させていただきます。で、こちら対象となる方がですね、新築中古物件に関わらずほとんどの方が受けることができます。で、こちらですね、どういったポイントの制度なのかと言いますと、住宅購入時に申請することによってポイントがですね、数十万円分もらえるんですね。1ポイントだいたい1円換算で、まあ、家電であるとか家具にですね、商品交換をできるというポイント制度です。以前までですね、次世代住宅ポイント制度っていうものがありまして、それを使ってですね、我が家ではですね、いろいろ家電を買いました。現在はですね、この名前を変えてですね、グリーン住宅ポイント制度というものがあります。で、一方でですね、いくつか条件があるのでご紹介させていただきます。で、主な要件としては、所有者が自分で住む住宅っていうところがですね、適用されるポイントになります。なので、例えば物件を買ってそれを貸し出し用にする場合、これは対象外となりますのでご注意ください。あとはですね、契約した日にちもポイントになりまして、現時点ですと令和2年12月15日から令和3年10月31日の間に工事請負契約、もしくは売買契約を交わした物件が対象ということになります。で、こちら結構な金額になりまして、省エネ性能であるとか移住地、あとはですね、世帯構成によって変わってきます。で、だいたい30万円分のポイントから100万円分のポイントまでが付与されます。で、特にですね、省エネ性能が高い住宅ですとポイントがたくさんもらえますし、例えば東京都市圏からの移住、こういったですね、ことに伴って家を建てるという方ですとかなりのポイントがもらえます。で、新築と中古住宅ですと、やはり新築の方がですね、ポイントが高いです。あとはですね、中古住宅に関してはいろいろと条件があります。なんですが、やはりですね、一番低いポイントでも15万円分のポイントがもらえるんですね。なので、住宅を買われる方はですね、自分の住宅がどういった条件に当てはまってくるのか確認してですね、確実に申請された方がお得です。で、こちらも申請のタイミングっていうのがありますので、このタイミングをですね、忘れずにですね、必ずご自身で手続きしていきましょう。で、原則はですね、工事完了後に申請ができます。一方で、新築を購入される場合ですと、契約を締結した後ですね、申請が可能になります。で、契約した後すぐ申請する場合なんですが、工事が完了したですね、報告書も必要になりますので、いずれにしてもですね、工事が完了したというですね、申請もしくはですね、報告というものが必要になってきます。で、現時点ですと、その申請の締め切りが令和3年10月31日までというふうになっています。で、一方で予算がなくなり次第終了ということになってますので、現在住宅を建てている方ですね、こちらは早めに申請した方がいいということになります。はい、で、こちらがですね、グリーン住宅ポイント制度をまとめたものですね。住宅のタイプ、あとはですね、対象の期間で、住宅の種類ですね、あといくら発行されるのかのポイントの数が書かれています。ぜひですね、ここをですね、スクリーンショットするなどしていただいてですね、ご自身の住宅が当てはまってくるかご確認いただければと思います。で、先ほどです
ですね、いくつかのパターンですとポイントが多くもらえるというふうにお伝えしました。でその要件をまとめますと、都市圏ですね、東京都圏からの移住ですね、例えば東京、埼玉、千葉、神奈川ですね、ここからの移住のパターン、あとはですね多子世帯ということで、お子さんが3人以上いる家庭、あとはですね3世帯同居している家庭もですねポイントが高くもらえます。あとはですね災害のリスクが高い地域からの移住のための住宅、こういった要件に当てはまってくるときにはですね、より多くのポイントがもらえますので、申請される際にですねここに該当するということもですね申請された方がお得になります。でこちらがですね実際にですねポイントを交換するためのサイトになります。結構ですねいろんな種類の商品がありました。実はですね我が家もですね次世代住宅ポイントを使ってですねロボット掃除機を買いました。結構ですねこの高価なものになりますので、なかなかですね自腹で払うっていうところもですねハードルが高いと思います。一方でこのポイントでもらえるから買おうというふうにですね思う方も多いのではないでしょうか。ぜひですねこのグリーン住宅ポイント制度もですね活用いただければと思います。はい、続いてですね住まい給付金ですね。でこちらもですねコロナの影響でですね入居時期が1年延長ということになりました。で要件をまとめますと、まず契約の期間につきましては令和3年9月13日までが注文住宅を建てる場合の契約の期限になります。あとはですね分譲住宅であるとか既存の中古住宅を買う場合ですね、令和3年11月30日までの期間ですね、これまでの期間に契約を結ぶ必要があります。あとはですね入居の時期、引き渡しの時期につきましては令和4年12月31日までに延長されています。なのでこの点ですね対象になる方もですね増えてくるのではないでしょうか。で給付額なんですが50万円が最高金額になってまして、最低でもですね10万円もらえるような制度になってます。で消費税率ですね、住宅の消費税率が 8% の時に買ったか 10% の時に買ったかでですね、あとは収入によってですねもらえる金額が変わってきます。で我が家もそうなんですが、消費税が 8% と 10% が混在しているパターン、このパターンですと 8% の方がですね適用になります。あとはですねこちらですねもらうためにはいくつか条件があります。まずはですね買った家に自分で住むこと、あとはですね収入の上限もあります。あとはですね住宅ローンを利用するかしないかによって年齢の制限というものも出てきます。でこちらの表の収入の上限なんですが、収入額は専業主婦がいる家庭で中学生以下のお子さんが2人いる場合の計算式になります。なので家族構成によってもですねこの上限金額というかところがですね変わってきます。あとはですね建物に関しても条件がございまして、まずですね延べ床面積が50平米以上であること、あとはですね細かくいろいろ条件が書かれているんですが、例えばですね住宅貸担保責任保険へ加入している場合、あとはですね住宅ローンを利用しない場合ですね、フラット 35S と同等の基準で建てられたもの、まあ、つまりですねある程度のクオリティで建てられている家がですね対象となるということになってきます。でこちらの要件については結構細かいので、ハウスメーカーさんにですね確かめるのが一番です。ちなみになんですが、この住宅貸担保責任保険とはということで、こちらなんですが住宅に瑕疵があった場合、もしですね欠陥等があった場合ですね、補修を行った事業者にですね保険金が支払われるような制度になっています。なので住宅にですね欠陥があった場合にもちゃんとですねそこを修復した上で最終的に住むことができるというような保険になっています。あとはですね保険に加入するにあたってですね住宅の工事中にですね何度か検査が行われるようです。なのでこちらの保険はですねある程度のクオリティの家、安心した家に住めるという保険になってきます。はい、続いての制度なんですが住宅ローン減税ですね。これはですね興味がある方も多いのではないでしょうか。でこちらもですね最近のですね税制改正によってかなりですねその期間であるとか延べ床の要件ですね変わってきているような制度になってきています。で現時点ですと控除の年数がですね例えば13年に伸びた、あとはですね入居がですね令和4年中であれば大丈夫ですよということでですね、入居の期間に関しましてもかなりですね緩和されたようになっています。でこちらですね現在の制度ですと、こちらの図のですね緑の部分を見ていただきたいと思います。契約に関しましては令和3年12月の31日まで、あとはですね入居に関しては令和4年の12月31日までというふうに緩和がされています。でこちら実際の手続きとしましては確定申告でご自身で手続きすることになります。
で、実際にですね、入居日、契約日などを示すことになりますので、ご自身の契約がですね、入居日がですね、当てはまるのかですね、最終的にご確認されることをお勧めします。で、こちらの計算方法なんですが、基本的には住宅ローンの残高ですね、例えば5000万円住宅ローンを組んで、今いくら返していないのかという金額かける 1% ということになります。で、その分ですね、所得税が戻ってくる。あとはですね、翌年度の住民税が安くなるような制度になっています。なので、例えば住宅ローンが3000万円残っていた場合ですね、まあ、基本的な考え方としては3000万円の 1% なので30万円ぐらいですね、税金が安くなるような制度になっています。で、こちらですね、対象となる住宅について整理しています。見ていただいてわかるんですが、新築、中古、あとですね、リフォームもですね、対象に入ってくるようなものになります。あとはですね、住宅ローンで土地を購入した場合も、その部分も控除の対象になってきます。なので10年間もしくは13年間ですね、毎年数十万円税金が安くなるような制度なので、最終的にかなりの金額がですね、変わってきます。はい、続いてですね、火災保険料の軽減についてもご説明します。で、こちらなんですが、住宅を選ぶ際にですね、特にですね、必要になってくる観点だと思います。まあ、火災保険料なんですが、必ずと言ってもいいぐらいですね、入らないといけない保険だというふうに思っています。で、後ほどですね、シミュレーションの金額もご説明するんですが、やはりですね、結構安くはないので、そこをですね、なるべく低い金額で抑えるというところもですね、結構最終的にですね、コストの面で変わってきます。この火災保険なんですが、家の性能構造によってですね、その安い高いっていうのが変わってくるんですね。で、こちらの表を見ていただきたいんですが、 M 構造、 T 構造、 H 構造というふうに分かれています。上の方の構造の方がですね、耐火性が高いということで火災保険料が安くなります。例えばなんですが、一般の木造住宅よりもマンションの方が耐火性能が高いので保険料が安いというふうになっています。で、戸建てですと鉄筋、あとはですね、パネル工法、プレハブ工法、あるいはですね、2x4 と言われる工法ですね、これらの工法ですと比較的耐火性能が高いということで火災保険料が安くなるということになります。で、こちらのシミュレーションを見ていただきたいんですが、まあ、T 構造と H 構造でですね、まあ、火災保険料の差額がですね、60万円も出てきます。なので、これぐらいの差が出てくるので、少しお金をかけてもですね、鉄筋コンクリート、あるいはですね、 2x4 プレハブ工法などですね、 T 構造で建てた方がですね、トータル的にもしかするとですね、安くなってくる場合もあるのではないでしょうか。はい、続いてはですね、固定資産税と都市計画税の軽減についてご説明します。こちらはですね、自分でですね、手続きしないで安くならない部分もありますので、最後までですね、ご視聴いただければと思います。はい、まずですね、固定資産税から見ていきたいと思います。固定資産税の額なんですが、基本的にですね、その評価額かける 1.4% というものがですね、毎年ですね、請求されます。で、戸建てに関しては新築の場合は3年、マンションの場合は5年ですね、減税されるという制度があります。で、こちらに関しましては、120平米を超えた部分は対象外ということになります。なので、住宅の延べ床面積が結構大きな家を買った場合ですね、その固定資産税も高くなる傾向があるということでですね、覚えておくといいでしょう。あとはですね、土地に対してもですね、軽減制度がありまして、土地に対しましては200平米までは小規模住宅用地ということで、上に建物が建っている場合ですね、評価額は6分の1になります。なので、税金もですね、6分の1に抑えられることができます。あとはですね、200平米を超えた部分はですね、一般住宅用地ということで評価額は3分の1、つまり税金が3分の1になります。こちらに関しましても、土地ですね、大きなものを買った場合ですね、200平米を超えるようなものを買った場合には税金が高くなるということを言えます。はい、続いてはですね、都市計画税について見ていきたいと思います。都市計画税なんですが、評価額に対して 0.3% ですね、税金がかかってくるものなので、先ほどの 1.4% の固定資産税よりは安い税金になります。で、この都市計画税と固定資産税なんですが、一緒にですね、請求されるようなものになります。毎年ですね、1月1日時点でその土地建物を所有していた方にですね、その年のですね、半ばぐらいにですね、請求されるようなものになります。
で、こちらに関しましては、建物に関してはですね、減額の措置がない形です。で、土地に関しましては、こちらも200平米というところが基準になります。小規模住宅用地ですと、評価額は3分の1。200平米を超えた部分ですね、一般住宅用地として評価額が3分の2になります。なので、こちらもですね、土地が大きい方がです、税金が高くなるということが言えます。あとはですね、長期有料住宅ではさらにお得ということで、まあ、こちらはですね、ご自身が申請をしないとですね、安くならない部分になります。我が家もですね、この申請をですね、ちょっと忘れそうになってしまいまして、まあ、動画を作っている時にですね、自分で思い出して手続きをしたという経緯がありました。で、こちらの特例が受けられる対象なんですが、建物の固定資産税のみになります。まあ、固定資産税ですね、結構いい金額がしますので、これもですね、結構な金額が変わってきます。で、この減税額というところは変わらないまま、その減税の期間が伸びるというようなイメージです。戸建ての場合ですと3年間ですね、2分の1だったものが5年に伸びる。マンションですと5年から7年に伸びるというような制度になります。で、こちらがですね、減額の措置のイメージになります。モデルとしては土地の価格が1000万円、建物価格が2000万円。で、評価率という言葉がありまして、この固定資産税と都市計画税の税率なんですが、評価額というものにかかってきます。で、その評価額の大体の出し方なんですが、評価率というものがありまして、土地ですと大体売っている価格の6割から7割。建物ですと新築の場合は建物の売値の5割程度の額がですね、評価額ということになってきます。新築の初年度のパターンですと、都市計画税と固定資産税ですね、これが減額されることによって、このケースですと大体16万円変わってきます。なのでこの減額措置ですね、かなり大きな金額が変わってくるような措置になります。はい、続いてはですね、地震保険料の優遇制度についてご紹介します。まあ、地震大国のですね、日本ではですね、もう必須と言ってもいいのではないでしょうか。で、こちらですね、割引制度っていうものがですね、結構たくさんありまして、割引制度なんですが、基本的にいつ建てたか、あとはですね、耐震等級などによってですね、変わってきます。で、例えばこちらの表を見ていただきたいんですが、耐震等級が3の場合ですね、割引率が 50% になっています。で、ちなみになんですが、2018年時点でですね、耐震等級3の建物っていうのがですね、 91.7% だというデータがあります。まあ、なので地震保険なんですが、基本的にほとんどの住宅で減額されるというところがですね、実情になってきます。あとはですね、先ほどですね、認定長期有料住宅の話をしましたが、地震保険においても長期有料住宅の方がですね、安くなります。で、一般の住宅と比べた時に、こちらのシミュレーションですと、35年間ですね、地震保険を使った場合に25万円の差額が出てきています。まあ、なので長期有料住宅ですね、この点においてもですね、有利な点があります。あとはですね、なかなか変えられない要素ではあるんですが、住んでいる地域によっても価格が結構変わってきまして、こちらですね、現在の価格の表になるんですが、地震保険の1000万円あたりの保険金額、1000万円あたりの保険料ですね、示しています。見ていただいた通り、首都圏がですね、結構ですね、高額になる傾向がありまして、一番安い地域との差額がですね、だいたい3倍以上になってきています。あと注目ポイントなんですが、先ほどの火災保険と同じでですね、建物の構造によってですね、金額が変わってきています。こちら異構造と露構造というものに分かれています。やはりですね、耐震性能が高いですね、鉄筋造などがですね、保険料が安くなります。で、大体なんですが、この異構造の方がですね、露構造よりも3分の2程度の保険料で済みます。あとはですね、先ほど申し上げた 2x4 パネル工法、プレハブ工法と言われる木造ですが耐震構造がちゃんと強い家、この場合ですと異構造になりますので、保険料が安くなるということになります。はい、今回ですね、いろいろ制度をご紹介させていただきましたが、まずですね、家を買う際にですね、どういう構造のもの、長期有料住宅にするのか、そういったところはですね、建物の価格だけではなく、維持費にも関わってくる、保険料にも関わってくるということになります。あと今回お伝えした制度ですね、ぜひ活用していただいてですね、住宅のですね、ランニングコストもですね、抑えていただければと思います。これからもですね、住宅インテリア関係の様々な情報を皆さんに発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録、あとはですね、コメント、いいねボタンもお待ちしてますので、これからもよろしくお願いします。